慶古は、中国の書家、画家、教育者、古典文見学科、文物鑑定家、詩人、紅れ学家。字は、元次郎、号は、縁北古字。幼年の法名は、殺死角太自殺布。聖愛タ。慶古は、新代の養成帝の旧姓の孫である。元北京師範大学副教授、教授、中国人民。 政治協商会議全国委員会常務委員、国家文物館定員会主任委員、中央分子研究館館長、博士研究生同士、九十三学者顧問、中国諸法科協会名誉主席、世界歌人諸学科連合会総会主席、中国仏教協会顧問、国球博物院顧問、国家博物館顧問、西院社社長。九百十二年、北京に生まれる。 名は、論語の、大白に見える、創始輸出、ンデシ子曰く、軽予、足、敬予手、のメイクに由来する。1913年、父は亡くなり、祖父の生活に随。4の時、慶古は私塾へ行って、私文を学ぶ。1922年、祖祖父が亡くなった。家業は、債務返済に霊落する。1923年、祖父が亡くなった。 1924年から1926年、慶光は北京気分小学校と気分中学校で読書をしている。1927年から1929年、画家の片田市民と郷広思想に入門して書道と中国画を学ぶ。1930年、学者の大教福に入門して中国古典文学を学ぶ。1932年、 小方針と結婚。1933年、私学科、婦人大学学長の陳炎に入門して交渉学を学ぶ。1935年、婦人大学美術系助教に採用。1938年、婦人大学国文傾向士県人呼吸博物院専門委員、傾向が担当して、呼吸の文献管原稿や、文物鑑定。 1949年、婦人大学国文系副教授兼北京、大学博物館系副教授。1 9 5 2により後、北京師範大学副教授、教授、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、国家文物館定委員会主任委員、中央文史研究官官長、博士研究生同士を歴任する。1966年、 毛沢東が文化大革命を発動し、傾向は書道に精通している公営兵を命じて筆者を技法。1976年、4人組含滅する正常な教員職務を回復する。1981年、中国諸法家協会副主席に就任。1984年、主席に新を。 1986年、国家文物館定員会主任委員に就任。1989年、中央文史研究館副館長に就任。1991年、国家戸籍整理出版機拡張祖顧問に就任。9月、慶光は日本の東京、大阪に訪問、同時に大阪歴史博物館所蔵の中国書が珍品を見学。 1994年、慶古は韓国へ行って、書画交流を行う。1996年、慶古は、アメリカ、フランス、ドイツ三国に訪問して、彼は、アメリカ、フランス、ドイツ三国の国家博物館に所蔵する中国書画の珍品を見学。2005年6月30日北京に病死した。妖精データネゴ王広史弘一氏、英壁二五名順。 三つ子駅通るごし、はじめたかし西広史料調子、行くたかし独調子、久しどう独調子、稽古。ありがとうございます。